家は購入した方が、不支費用を考慮しても、ローンあれば売れるし、貯金と一緒だと思いますが、どう思いますか？同じ額で売れればそうですけど、基本的に日本のマンションって同じ額では売れません。日本のマンションの場合って、新築から中古になるだけで価格が30%落ちます。なので、5000万円のマンション買いましたって言って、買った瞬間に1ヶ月ぐらいは新築って言って、転売してもバレないかもしれないですけど、大体3ヶ月ぐらいで3割価格が下がるので、1500万円損します。3ヶ月で1500万円損してます。で、そこから中古価格としてどんどん価格が下がり続けるんですよ。築30年とかになると、ほぼほぼ建物としての価格は評価されなくて、どこの立地なのかっていう土地の価格に対して、その要はマンションが、例えば部屋数が100個だと、その土地面積の100分の1の価値は土地の価値なので、そこは下がらないよねっていうところで、そこまで基本的に下がり続けますと。まあ、都内とかだったらまだマシなんですけど、地方になるとマンションの管理費を払えない人っていうのが出てきて、不便だから売りたいと。で、売ろうとしても誰も買ってくれない。で、管理費払えないってなって、管理費滞納しちゃったりして、修繕ができないマンションっていうのができちゃったりするんだよね。修繕ができないので、なんか水道からサビが出るけど治らないみたいなとか、あと、まあ、新潟のマンションでインターネット使えないとか、古すぎてインターネットの光ファイバーが通らないとか、そんなとこ住めねえよっていうので売れないみたいなのがあって、売れなくても、その不動産の管理費と固定資産税はずっと払い続けなきゃいけないので、ずっとマイナスの借金を追い続けるっていう状態になるんですよ、地方のマンションは。っていうのがあるので、不動産が売ったら元のお金がもらえるっていうのは間違いですと。本当にお金持ちであれば、マンションとかのペントハウスっていう屋上の一番上の部屋を買うとかであれば、損することはあんまりないです。ペントハウスに住みたいお金持ちっているんですよ。1億円ぐらいしか持ってないと、5000万円のマンション買って残り5000万かとか考えるんですけど、100億とか持ってると、1億、はい、買った。で、別に99億余ってるからいいじゃんと。100億持ってると、大体利息だけで、毎年毎年3億4個入ってくるんで、別に1億で買っても損した気分にならないんですよ。なので、1億なら安いから買うみたいなので買う人がいて、ペントハウスっていう最上階っていうのは、どの建物も1個しかないんですよね。まあ、ペントハウスで分かれてるところもあるんですけど、っていう感じで、その特別な部屋は価格が上がる可能性がありますと。ただ、その庶民が買うような中層階とかっていうのは、販売価格より高いお金を出して買う人っていうのはほぼいません。なので、庶民である限り買う不動産っていうのは基本的には損すると思った方がいいと思いますよ。そこに住みたいとかであれば、趣味なんで買って住むのは全然いいと思いますけど、買って得をするんじゃないかなっていうのは間違いだと思います。田舎の空き家問題、固定資産税なんてたかが知れてるので、何件か人ってサテライトオフィス誘致や移住促進ってビジネスとして成り立つと思いますか？成り立つか成り立たないかでいけば成り立つんですけど、僕は進めないです。事業をやるときって、失敗した時どうなるかっていうのを僕割と考えるんですよね。会社をやりますとかで、1000万円で会社作りました。で、会社失敗しました。でも1000万円損したよねで終わりなら済むんですけど、空き家問題で固定資産税高が知れてるっていうのは、家買っちゃう話なんですよね。家買っちゃいました。で、年間の固定資産税いっぱい買ったから、年間10万円かかります。で、このビジネスうまくいきません。で、やめますってなっても、固定資産税はずっと払い続けなきゃいけないんですよ。最近桃鉄の新しいバージョンの発表会がありましたけど、別に貧乏神っていうキャラがいるんですけど、ずっとくっついてきてお金をどんどん奪っていく存在なんですけど、お金にならない不動産って貧乏神なんですよ。誰かに押し付けないと、ずっと死ぬまで金払い続けなきゃいけないんですよ。死んでも孫とか息子とか、その遺産相続した人が固定資産税を払い続けなきゃいけないんですよ。なので、生きてる限りずっとお金を払い続けなきゃいけない貧乏神が価値のない不動産なんですよ。なので、そのビジネス失敗しましたっていう時に、損無限になる可能性があるんですよ。1台で終わればいいんですけど、息子とか孫とかも遺産相続をするって考えると、その最終的にどれぐらいの固定資産をそのビジネスの失敗のために払わなきゃいけないかっていうと、4台5台とかになってもものすごい金額になると思うんですよね。なので、失敗した時のことを考えると、買うのではなくてレンタルするとか、オーナーの人に安くお金払うからちょっと使わせてっていうとかっていう形で、固定資産税は受け取らない方がいいんじゃないですかね。家賃7万円を10年暮らすなら、500万円以下のマンションを購入した方が得ですか？いいえ。安いマンションって資産価値ほとんどないんですよ。一人暮らし用500万円マンション買う人って、お金のない人で、お金のない人がいっぱい住んでるマンションって、積み立てとかできなくなるんですよね。そのマンションって50年ぐらい経つと、大規模修繕っていうのをしなきゃいけなくなるんですけど、水道管直したりとか、電気が通るケーブル直したりとか、屋上とかの雨漏りがあるからそこを張り替えなきゃいけないとか、外壁が壊れてはひび割れてくるから、外壁自体も変えなきゃいけない
いねってなるんですけど、たかだか500万ぐらいしか持ってない貧乏人を集めたようなマンションって大規模修繕の金がないので修繕できなくて、もう人が住めないよねって言って廃墟になっちゃうっていう確率が高いんですよね。もしマンションを買うのであれば、なるべく金持ちが住んでるマンションを買ってください。知り合いがやった手なんですけど、結構人気のある土地のそのマンションの他の部屋は 3LDK とか 4LDK とか広いのばっかりですけど、その知り合いの部屋だけ 1LDK とか狭いんですよ。で、狭いんですけど、そのマンションはなんかジムが下にあってプールもあるのかな、すげえ豪華で金持ちがいっぱい住んでるから修繕金負担とかのリスクもあんまりないし、自分の部屋は狭いからそんなに要はマンションとかの負担金って床面積によって払うっていうパターンもあって、床面積割りすると結構安いんですよ。で、そのジム使えるかどうかって別にみんな使えるから、部屋広いからいっぱい使えるっていうもんでもないので、なのでその狭い部屋をうまく選ぶっていうのは、あれは賢いなと思いました。家を買った方が家賃を払い続けるよりコスパがいいと思っています。買うなら中古の一軒家か新築マンションでどれがいいと思いますか。ちゃんと計算した方がいいですよ。まず新築マンションを買うと新築ではなくなって中古になるんですけど、買った瞬間に大体3割価値が落ちるって言われてます。1億円のマンション買いました、新築ですっていうので、住んだ瞬間そのマンションは新築ではないので、次の月に売ったとしても新築じゃないよねっていうので価格が下げられちゃうんですよ。なので半年後ぐらいに売ったとしても大体7000万円ぐらいになってしまうと、そうすると半年で3000万円の損失があるんですよね。っていう感じで、実はその新築って結構価値が下がるのが早いっていうのがあるので、なので中古の方がいいかもしれないんですけど、結局マンションって50年住めるかっていうと住めない問題っていうのがあって、土地の価格がめちゃくちゃ高いところで住んでる人たちが金持ちであれば50年経ったとしてもうまく修繕してそのマンションを住めるような状態になるかもしれないですけど、貧乏人ばっかり住んでるところだと管理費滞納してる人とかがいて大型修繕ができなくて住めなくなっちゃうマンションっていうのがポコポコ出てくると言われてるんですよ。まあ地方とかでもう人が住めなくなったアパートとかいっぱいありますけど、っていう状態になるので一軒家の方がまだ安全じゃないかなと思います。六本木か麻布十番あたりで中古マンションの購入を考えています。資産価値などどう思いますか。今後価格が下がると思いますか。六本木麻布十番であれば基本的には大丈夫だと思います。ただ結局そのマンションって30年持つか50年持つかってその管理体制と積立金によるんですよね。割と金持ちがいっぱい住んでるマンションであればちゃんと積立をしているので大規模修繕工事とかも可能なんですよね。30年経った場合って配管変えたりとか外壁変えたりとかって結構お金がかかるんですよ。でそこの積立がちゃんとしてあるところであれば何の問題もなく、まあ金はあるんで工事できるんですけど、積立金足りない場合って住むんですよ。マンション配管をもう工事しないと水流れなくなるよねと。でもそれに1億円かかりますって言ったら、いやいやそんな金ねえし、もう積みなんですよ、終了って。で金がなくて修繕できないマンションって分かると金のある人から早く逃げていくんですよ。自分が3000万円で買いましたと、で、あ、これもう修繕不能だわと、1500万円だったら買うっていう人いるんだったら1500万円損だけど、こんな水も出てこないような蛇口開けると茶色い水が出るなんとか住みたくねえから1500万損しても売るわって言って1500万で売るじゃないですか。そうするとマンションの価格自体がどんどん下がっていくんですよ。みんな3000万円で買ったから3000万円で売りたいってなってるんだけど、1500万円で売れたっていう例が出るとこれ1500万円じゃんっていうので価格はどんどん下がるんですよね。そうなると、あそこは1500万円で売るってことはやべえマンションだなってバレるんですよ。積立金がいけるぐらいとかって買う人そこまで調べない人が多いんでなんとなく買っちゃうんですけど、これ明らかに低いのおかしいよねってなって叩き売りが始まるんですよ。1500万円で売れたってことは1500万円でも買わないから次1300万円でどうみたいになるかもしれないし、もともと3000万円のマンションを1300万円で買う人って頭が悪くて金のない人なんですよ。だってさ、調べたら修繕できないから価格が下がるってことがわかるわけじゃん。なのでこれはやべえって言って金に余裕がある人は買わないんですよ。でも金に余裕がなくてその六本木とか麻布十番に住みたいっていうだけで1300万円買った人ってじゃあ積立金払えるかっていうと金がないから払えないんですよ。なので結局積立金の額は増えないままで、おいおいどうすんだよこれって言って今度貧乏な人ばっかりがどんどん増えてって、でさらにもうどうしようもなくなって廃墟になるっていうパターンになると思うので、修繕計画がどうなってるかってすげえ重要なんで気をつけて調べてみてください。正社員エンジニア30歳、妻、息子の3人暮らし、年収650万でマンションを購入しようとしているのですが、双極顕性障害を患っていまして、住宅ローンがおりません。あ、バレるんだ。
現在は会社から住宅補助をもらいながら賃貸を積んでますが、毎月家賃でお金が消えるよりマンションのローンに当てた方が退職してから死ぬまで家賃を払い続ける財力を保てる自信もありません。マンション購入は諦めるしかないでしょうか。現金で買えばいいんじゃないの。ローンって利子つくんですよ。なので現金で買うんだったらいいんですけど、利子を考えるんだったらひたすら貯金しまくってで現金で買えばいいんじゃないかなと思いますけど、現金だったら何もやらないし。マンション購入を相談した30歳です。貯金は300万しかないので現金ではマンション購入できません。じゃあ貯金すればいいじゃん。二十歳ぐらいから働いてて貯金が300万なので年間10万円貯めてるってことだと思うんですよね。なので年間じゃあ50万貯めるようにしてください。そうすると40になった時に500万増えてて頭金として800万ぐらいになってるので、そうすると50ぐらいになったら1300万とかになるので、まあまあ頑張るみたいになっちゃった。地方で働く現在29歳年収600万のサラリーマンです。最近中古一戸建て住宅を1000万以内で購入して10年くらいで早めにローンを払い終わり、守りを固めようと考えています。中古物件を買うことや早めに社会から逃げ切りを図るにあたり何かアドバイスをいただけますでしょうか。家買ったとしても食費どうするのっていう問題があるのと、中古の物件買ったとしても価値が下がり続けるのであれば結局ただ増税のものに住み続けなきゃいけないっていうマイナスになったりするんですよね。例えば10年後に500万円の価値しかないのであれば、10年後に500万円のマンション買った方が得かもしれないんですよ。なのでそこら辺もちゃんと計算した方がいいんじゃないかなと思います。貯金が趣味の40歳新ママで年収300万のパートをしています。70歳の年金暮らしの両親と同居で生活費は親に甘えて暮らしています。子供の学費も親から出るため私からの出費はほぼありません。そのため現在の貯金が5000万、両親の遺産を含めると1億になる予定です。私は今までの暮らしを続けても良いのでしょうか。また数年後子育ても終わり次の住処を探す予定ですが、マンション購入と賃貸どちらが良いですか。賃貸の方がいいんじゃないかなと思います。子供の教育とか関係ないのであれば地方で家買って一生そこで暮らすっていうのもありなんですけど、子供の教育状況とかで住むところ場所変えた方が子供が幸せになれるよねっていう場合もあるかもしれないので、下手にその住む場所が固定されるマンション購入っていうのはよろしくないんじゃないかなと思います。1億あるのであれば細々と暮らす分には何の問題もないと思うので、その安い賃貸でなるべく貯金に手をつけないような形でやるといいんじゃないかなと思います。33歳年収約1000万です。在宅続きで余裕時間が作れるようになったのでその時間副業に当てようとしてるんですが、ひろゆきさんおすすめの副業ありますか。今考えているのは株式投資か、職業柄できないので都内で区分の不動産投資を始めようと思っています。本は実冊を読みました。この状態で買い付け運用に進んでいっても問題ないと思いますか。また他にお金を動くような作業は何か当たるとあると思いますか。思いません。不動産に投資するのであればそもそも東京じゃないよねと思いますけどね。日本って人口がだんだん減っていってる都市なので、東京だったり日本の土地を買うっていうのは当たりになる確率が少ないので、ニューヨークとかハワイとかパリとかヨハネスブルグとかの投資した方がよっぽどリターンは大きいんじゃないかなと思いますけど、クアラルンプールでもいいですけど、金を稼ぐっていうのと自分が住むっていうのをごっちゃにする人多いんですよね。東京に不動産を買ったら借りる人いなくなったら自分が住めばいいよねみたいなことを考える人がいるんですけど、それって投資としては完全にアウトなんですよね。金を稼ぐために投資をするので自分が住んでるからマイナスでもいいじゃんっていうのは投資としては失敗だったっていう話なので、どんな時でも損しないという投資をするべきなんですよね。もし投資をするのであれば。そうじゃないとギャンブルなん でギャンブルをするんだったら不動産って額でかすぎるんですよ。金融資産で1億円ある人が3000万円のマンション借りますとかであれば 30% と損しても仕方ないよねはあるんですけど、たかだか1000万2000万しかない人が不動産に買うとしてもすぐ1000万円のマンションぐらいしか買えないじゃないですか。そこで額下がると50%ぐらいの金額が使用付けになって使えなくなるって話なので、なのでその不動産投資するのであれば日本じゃない方がいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。家を購入しようと考えてるんですが、この先不動産購入はどうお考えですか。23区内で5000万円以上だったらいいと思います。資産購入し利益を上げるなら別ですが、賃貸の方がいいのかご意見お願いします。自分が住みたいのがなんか賃貸じゃなくてこの家住みたいっていうのがあるんだったら全然買ってもいいと思いますよ。不動産でなんとか利益を上げたいというのであれば23区内のその山手線の圏内で5000万以上とかじゃないとなかなか厳しいんじゃないかなと思います。そのワンルームマンション的なところを買ってもなかなか価値は上がらないので、4年前から京都市内で築50年ほどの古い家ってなんていうんだっけを購入し、自身で改修工事をしています。ローンも組んでますが所有の貸し家は13件です。
1件5万程度で貸しており、平均利回りは 20% ほどです。不動産を所有するのはパリやニューヨークと言われてますが、今後京都市内に不動産を購入し続けることについてどうお考えですか？パリイコール京都のような付加価値は今後出てくるでしょうか？まあ、京都って土地が限られているので、そういう意味で京都の投資は全然ありだと思います。で、ただ貸すんじゃなくて、自分でそのリフォームしたりっていうので、ちゃんと価値を上げて貸すっていうのができているので、そういう意味で全然何の問題もないと思うので、土地勘のある京都でそのままやり続ければいいんじゃないかなと思います。観光地として世界中で京都が有名な理由って、京都のような街が他にないからなので、レア性の高い土地っていうのは、それだけ価値は上がり続ける可能性が高いので、古民家。え？うん、はい。ビル内のテナントを借り飲食店を経営している23区在住の37歳小持ちです。コロナ禍ですが経営は順調で地域で一番の人気店です。お、すごいですね。23区で人気店ってすごいですね。このビルオーナー5年ほど前競売で1億2000万で買ったらしいのですが、2、3年のうちに2億5000万で売却希望だということを聞きました。このビルを自分が買うにはどんな準備が必要ですか？2億5000万必要なんじゃないですか？この地域は緑地開発の期限が切れ、物件価値が下がると言われていて、正直高すぎると思います。何か良い戦略等があれば詳しく言いづらいです。買わない方がいいとかなしでお願いします。ぶっちゃけ2億5000万も多分価値ないと思うんですよね。それだけ言ったら買うぐらいの、なんか多分店がうまくいってるので、ふっかけてる状態だと思うんですよね。結局、いつか手に入ればいいと思うので、物件価値が下がると分かっているのであれば、物件価値が下がるまで待ってください。で、誰かが買ったとしても、物件価値が下がった時に下がった状態でオファーを出したら安く買えるじゃないですか。残念ながらまあそのすごくいいところは置いといて、東京も含めて日本中の地価って今後下がる方向性なんですよね。中央区で晴海フラッグと言われるオリンピック村がのところのマンションっていうのが売られるんですけど、でそれがね坪単価300万400万円で売られるらしいんですよね。坪単価300万円ぐらいって川口とか足立区とかの値段だったりするんですよ。晴海っていう一応その中央区にもある土地であるにもかかわらず、坪単価で言うと足立区ぐらいで売られるようになっちゃうんですよ。坪単価300万高いよねって地方から見るとそうなんですけど、ただ単価としてそれぐらい下がるんですよ。それ多分売れちゃうんですよね、中国で安いからっていう感じで、その土地がどんどん安くなるっていうのは方向性としてはもう止まらないと思うので、地価は下がるものだと思って今のうちに現金貯めて、この値段だったら現金一括で払えるけどどうっていうので、相手の足元を見れる状態っていうのをちゃんと準備しておくといいんじゃないかなと思います。ビルの中にすでにもうお店はあると思うので、テナント契約を切られないように不義理をするとか犯罪行為をするってなるとテナント契約切られちゃうので、テナント契約切られないようにずっと居続けて、で相手のお金が足りなそうな時に足元を見るっていうので安く買いただいてください。25歳年収420万です。横浜市内駅地下 1DK のマンション購入、今後の不動産運用として持ち家の売却賃貸どちらが良いか。あ、買ったけどそれを持ち家として売るか賃貸にするかですか？現時点で利益が出るなら売った方がいいです。不動産の価格は今後下がり続けるので、そこで買い直すっていう方がいいと思います。でもし上がるってなるんだったらまた買えばいいし、なので一回手元のキャッシュに変えちゃった方がいいんじゃないかなと思います。親戚がローン返済大変そうな新築一軒家買おうとしています。結婚していて2人とも教師です。背中を押してと言われているのですが、どうしたら押してあげればいいんじゃないですか？買いたいんですよ。で、損するっていうのは一応言ってください。損するよと。でも買いたいんだったら背中押しますよって言って、借金を負って苦しくなった時にあなたが買えって言ったからって責められないようにしてください。正直に言うと、新築買おうとしてるのは親戚ではなく兄弟です。向こうもやってるみたいです。自分も新築一軒家止めたいのですが、理論武装をどうすれば。新築が設計する気があるのか、それともデベロッパーに言われたものを買うのかっていうので、そこ確認してください。新築という言葉が好きっていうだけの人っていうのがいるんですよ。自分が設計して家建てたい人っていうのがいて、こういう状況でこういう間取りでこれが必要ですと。なので自分はこういう間取りの家に住みたいみたいな。僕の知り合いで地下室みたいな窓のない家っていうのを新築で建てた人がいるんですよ。ゲームをやるのが好きだし、コンピューターずっと触ってるのが好きなので、窓とかいらねえと。むしろそのなんか明るくなると、映画とか見るとき眩しいし邪魔だからと。なので、窓全くなくて、スクリーンでスピーカーとかも埋め込んで、いい音響で自分が没頭できる部屋が欲しい。だから新築を建てたっていう人がいて、その人はそれでいいと思うんですよ。その人は新築じゃないと建てられないから。で、家族は上の日当たりのいい居間でいらっしゃるんですよ。倉庫のようなこもってる部屋と日当たりのいい居間は両方欲しいと。でも自分の部屋はこもれるように窓がないとこがいい。そういう人なんですけど、そういう人は新築でいいと思うんですよ。ただ新築って言ってデベロッパーが建てただけの家って、要はデベロッパーって地区買い取って同じような家を何
係も立てて新築ですって売るじゃないですか。それって誰も住んだことがない家というだけで、別に誰かが建てた家なんで、ぶっちゃけ中古のも全く変わらないです。誰かが住んだような気がするかどうかっていうだけで、中古の家買ってリフォームしたら多分気づかないですっていう感じで、そう、建て売りね、新築っていう名前の言葉が欲しいだけだったら中古にした方がいいよ。で、中古で人が住んでる感じが嫌だったらリフォームすればいいじゃん、中古で買ってリフォームした方が安く済むよねっていう話をしてみてください。で、設計したいんだったら設計すればいいと思います。後者で設計には口を出さず趣味の世界は混じってないです。おー。であれば、全く同じ値段で、中古の内見行ってみようよって言って、いろんなところ内見行ってみてください。新築って言葉で多分影響されてるので、中古のその、じゃあ建て売りとかで見て、あ、こっちの方が全然駅から近いじゃんとか、こっちの家の方が素敵じゃんっていうので、コスパもいいじゃんっていうのがあれば、中古住宅っていう手もあるので、いろんな中古住宅見て回るっていうのをちょっと連れ回してみてください。中古の内見進めた上で新築の理由を聞いたら、築年数新しいものとあまり値段変わらないのと、古いのは耐震なリノベで結構かかるとのことです。どう反応すれば。本当にそれが調べた結果なのか、要は建て売りを売ってる不動産屋さんが言ってるのかっていうのを確認をしてみたことだと思います。例えばその耐震ちゃんとやってないマンションで傾いちゃってすげえ揉めてるマンションとかってちょこちょこあるじゃないですか、ヒューザーのやつとかで、あれも売るときはちゃんと設計してますって言ってると思うんですよ。なので売り主が言ってるんじゃなくて第三者が査定した話ですかっていうのをまず確認してくださいと。で、耐震やリノベとかってじゃあお金かかるよねって言うんですけど、新築でもじゃあ本当にきちんと木とかから作り上げてるのか結構雑なのかっていうの問題もあるし、マンションだとなんかトラブった時に仲間がいるんですよ。マンションでじゃあ50世帯一緒に住んでたとしたら50世帯で問題を解決しようってなるのでまだ楽なんですけど、建て売りで買った家がたまたま運悪くて自分の家だけやばかった場合って周りの家は全然問題ないから手助けしてくれないですよ。なので自分一人で戦わなきゃいけないんですよね。周りの家としてはそういう問題は起こしてほしくないですよ。その地区の価格が下がるから。なので仲間というよりどちらかというと敵になります。何か自分の買った家にトラブルがあった時は近所の人は全員敵になってあなたに黙って出てってほしいっていう圧力をかけます。そこで施工会社を訴えたりしてニュースになって、この建築会社良くないよねとかこのデベロッパー良くないよねってなると地価が下がるので、そういうことやってほしくないんですよ。なので中古のって逆に問題が出た後なんですよ。何か問題がある中古のってもうすでに中古として問題が出た後なのでこの程度だよねってなるんですけど、新築買ってみたけど新築中華傾いてましたって調べりゃいっぱいあるんですよね。まあ調べてみてください、新築買ったら傾いてたみたいな。でもそれって周りは大丈夫で買ったあなたの家だけ傾いた場合って今みたいなトラブルなので、何か問題が起きた時に新築は問題がまだ出てないので問題があるかどうかわからないっていう状態なので、大丈夫で安心だよっていうのであれば第三者が調べたのかっていうのを聞いてみてもらえるといいんじゃないでしょうか。彼氏が2800万の住宅ローンで築10年中古の分譲マンションを1年前に購入していました。登記も確認したところ、どうやら相場より1000万以上上盗された物件で、特に駅近の利点もあまりないようなものでした。節税対策と言われた話に乗ってしまったみたいですが、現状ローン返済と家賃収入がトントンで管理3万くらいマイナスと、これ完全に騙された話ですね。売ってしまった方がいいでしょうか、運用した方がいい、自己破産。ちなみに彼氏は年収切り400万で貯金もなし。ほう、年収400万で2800万円のマンションを買うんだ。まず売ると1000万ぐらい損失が確定するんですけども、ただ持ち続けると管理費がマイナス3万が多分年間で36万円ぐらいなのか、それともローンが減ってったりとかである程度その赤字がカバーできるのかっていうので計算によるんですけど、もしカバーできるのであれば別に持ち続けてもいいんですけど、どう考えてもカバーできないのであれば早めに損失確定させて売る方がいいと思うんですけど、ただ言っちゃ悪いんですけど、キャッスル0923の彼氏頭悪いんですよ。節税になるってそもそも年収400万で節税を考えて2800万円のマンションを買うっていう時点で頭悪いんですよね。なので損失を確定させた方がいいよねっていう、要は損がこれから出続けるから、じゃあここで損はマイナス1000万だよね、なので1000万円の損で良かったよねっていう話にしようっていうのが理解できない可能性があるんですよね。1000万円高く買ったとしてもそれを売らなければ損失1000万円は発生しないことになるんですよ。買った2800円のマンションがひょっとしたら3500万円で売れるかもしれないじゃないですか。なので損失未確定な状況から1000万損失確定にするっていうのを嫌がるっていう可能性があるんですよ。計算のできない人って目の前がほぼほぼ確定してる損失も見えてなければ損失ではないっていう風に考えがちなんですよ。彼氏さんが頭いい人なのか悪い人なのかっていうと、どちらかといえば頭悪い人です。なので正しいアドバイスをしてもそのアドバイスは理解できないんじゃないかなと思います。はい、すいません。
魅力的な新築戸建てが川の近くにあるのですが、購入はやめた方が良いでしょうか。最大浸水3メートル。誰かに買わして、そこを賃貸で使えばいいんじゃないですか。